プレッシャーズ頑張れ頑張れ新入生。さあということで、来週から新社会人、そして新しい学校に住まれる方も多いんじゃないでしょうか。さあということでですね、今回は FC 東京対ガンバ大阪の予想状を行っていきたいと思います。 FC 東京ですね、 J リーグでは前節湘南ベルマーレに対して 1-0 ホームで久しぶりの眠らない街を歌うことができました。ここは是が非でもリーグ戦2連勝したいところです。一方ガンバ大阪さん、監督が変わられて新しいことに取り組んでいるということで、かなり序盤苦戦しています。ただね、中村選手のご活躍ですとか個々人の能力すごい高いチームなので、本当にガンバ大阪さん手強い対戦相手になると思います。今回は何よりやっぱ長谷川健太監督が昨年まで指揮されていたガンバ大阪さんとの対戦、絶対に負けられないんです。早速予想試合の方行ってみましょう。さあやってまいりました。舞台は味の素スタジアムでございます。ワールドカップ、こちらに向けた国際親善試合、この中断期間を経て久しぶりの J1 リーグということで、会場もたくさんのお客さんで埋め尽くされ非常にいい雰囲気です。 FC 東京、前節は勝利を収めています。この勝利をきっかけに5か連勝回答に進んでほしい。ワーストディフェンシブチーム、ガンバさんは非常に守備に猫舌苦しんでいるということです。ビーチベルノイ FR15 フォルサガンバ大阪、ビーチベルノイ FR15 フォルサガンバ大阪、これは俺たちの勝利のためにゴールを決めろと、そういった意味合いだそうです。さあまずは FC 東京の方を見てみましょう。こちらはですね、前節と変わっている点、2トップケイマ選手ではなく J3 でも2得点を決めた前田良一選手を先発に起用しています。そして両サイドバックは今回小川龍也選手、さらには岡崎選手を起用しています。あとですね、久保くんがちょっと FIFA18 に収録されていないので、こちら残念ながらメンバーに入っていない形になります。さあ続いてガンバ大阪のフォーメーション見てみましょう。こちら、視聴者の方からいただいたフォーメーションということですね。いやでも待って、まずそれ言いますけど、いやじゃあ違いますよ。そしたらはい、いただいたフォーメーションじゃないです。いただいたフォーメーションなんですが、マテス選手がいないので、そこが入れ替えてる、矢島選手入れ替えてるという説明で別に合ってるでしょ。いちいち入ってこないね。そしてけが人の説明のコーナーもありますので、そちらの今野選手が、再びちょっと離脱されてしまったと。でアデミューソン選手も別メニュー、米倉選手、藤本選手、市丸選手も欠場ということで、かなりけが人、ガンバさん厳しくなっている。まあ始めんなよ状況のコーナーで、はい、コーナーでした。じゃあ行きましょう。いきますよ。はい、東京こそすべて俺らを熱くする、情熱をぶつけろ、優勝つかみ取れ、バモ東京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 バモ…いやーマジか。いやーいやー、ビンチペルノイエファチュンゴフォルツァガンバ大阪、ビンチペルノイエファチュンゴ。アブラファーム、おいおいおい、やめろやめろ。東京東京東京、守備しっかりしようぜ。日韓代表センターバック、ヒョンちゃん、モリゲーだよ、モリシゲ、
森重、森重、この気持ちと戦え。俺の東京、今日も勝利を信じて、弾けよう、飛びたきゅ負ける。今日も勝利を信じて、弾けよう、飛びたきゅ。いやー、押し負けるわけはないさ、戦え。コーナーからディエゴ、ディエゴ、ディエゴ、やってこい、やってこい。おーれー、いやー、どうした、おい、お、いやー、うえー、りょうやー、これは絶対決めないと、りょうちゃん、おーやー今のあかんぜ、マジで。東京、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 やべやべ、ちょっと、いや、今のはきついけど、しょうがないよ、俺だよ、終わり問題あるわけじゃないからね。え、いや、違う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 、意図してないから。してんな、絶対。アン、いや、アン、インプライです。アンインプライって、スタジアムのテンションが上がります。危ねえぞ、ちょっと荒れるな、やっぱり。ガンバさんと試合ということで。そこ、森へ、厳しく行かないとあかんよ。おう、おう、森、おう、おう、森、おう、おう、やー、オッケー。軽く抑えました。オッケー。おい、おい、おい、しっかりするよ、ディエゴ。遠藤康人。ガンバが攻めに出ます。うーん、少し気をつけ、もう知ってこれ許されないぞ。おいおいおい、危ねー、はやしー、はやしー、りょうや、集中しろ。おい、まい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 、来るよ来るよ、オッケー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 。ダウン以上、危険な位置です。緊張感が、ナイスローや、なんで PK なんだよ。おー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 、あ、おー、コスクいない、間違えた。赤萩を小川亮へ、バモバモバモス東京、バモス東京。おいおい、そこでなんかアイディアないと、いつまでたっても困るんだぞ。勝利を目指して、おいおい、勝利を狙え、それ行け、俺たちの東京、勝利を目指して、ゴールを狙え、それここで自由にやらせるときついぞ。ケントーケントー、相手の動きを見ながらパスをつないでいきます。いやー、ハギー、おい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 、赤ハギー、おいおいおい、こんなの見せなくねえぞ、はい、一番こんな軽い守備しちゃいけないぞこの人は、なんでつねえじゃあ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 、東京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 、歌おう、ララ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 、おーおれよ東京、おー誇りを、ちょっと声が出なくなりました。東京の攻撃です。オッケー、おいおい、まこまこっちゃん、しくしょー、
嫌なところだ。フィニッシュで終わらせないと。これは残念。ボールを手放してしまいました。橋本健人。健人。笠木真嗣じゃん。いやいや、だから間違ってるんだよ、なぜか。いやー、最後のとこなんだ、あゆ。ここのクオリティ上がってはないりや。いくぞ健人、東京中に入れた。いいじゃん、いい、速ヘディングシュート高ハゲ高ハゲ高ハギヨジロララ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 ラ高ハギヨジロ今シーズンかなり失点数の多いゲストチームです。タッドミジミステロ監督のコメントとしては、前半あの攻撃、守備も攻撃のところ、最後の分のところ、やっぱ集中力ちょっと欠かしてしまったところで失点、そして決定的なシーンが見られる。ここは君たちはできるはずだ。改善していこう。いくぞ長いゴーゴー、長いゴーゴー、長いゴーゴーゴー一筋の流れ星、東京ガスラララララお、また来るぞ来るぞ思いっきり狙いましたロングシュートを狙いましたが世界がある、例えるなら空をかけるいやそっちかサイド使ってよかったんじゃない今のはいやー、okay、 ディフェンスの網にかかるボールを取られました。オッケー。いや、オッケー、オッケー、オッケー。東京、東京、東京、東京。中村圭太選手入ってきました。選手が入ります。ボールを。おいおいおい。パンチングで止める。このボールは相手にクリアされました。さあ、フォローも来ています。おいおい、ちょっと、なんでだろう。中に枠の外。いいヘディングでしたが。あと少しでしたね。まあ2点あれ大丈夫だな。違う。カットしました。ここはどうするでしょうか。よ。スペースに出しましたが、これは1点差になる。いや惜しい。東京、東京、東京、東京。キバ。いや弾けない。おい違う。カードでしょ。違う。けいま。いけ。戦え俺の東京今日も勝利を信じて弾けよキーパーキーパーおいディエゴチームに流れが来ているのを感じ取っているんですよ。いやーちょっとなんで誰もいないの。もうキーパーいいか。ドリブルパス。いやーおーい。ドリブルで相手を揺さぶります。倒されてる。今のパスで。いやーシュートまで行こうぜ。バモバモ東京。バモバモ東京。バモ東京。バモス東京バモバモス東京バモバモス東京バモス東京バモス東京えぇ、ー、おいおいおいいやそっちなんでおいおいおかしいぞこの試合は何がおかしいになりましたでしょうか内容から見ても妥当な結果になりましたね負けた側にしても本当に期待したくなるような攻撃になりましたちょっと小さげな試合になっちゃったなぁいやあの前半の立て続けにしては不要でしょうさすがに今言うほど立て続けじゃないここモリゲーせろやっぱ誇り持ってやられちゃダメでしょこれはこれは
りょうやどうした、何があった、りょうやに。これは素晴らしい林選手。ペナルティであと1本つながればというところでのミスが本当多いな。そこは残念。おい、へい。で、後半から前に出てミドルシュートとかね、立ち上がりがあったりってすごい、これでしょ。くるくる大回転に、絶対高木は遠藤さんにやれちゃダメだよ。ちょっとこのスタッツだけで判断できないな。立ち上がりの失点とゴール前でのその落ち着きっていうところで、やっぱコアロンの今まで悪い部分、悪い虫がちょっとまた顔出してきてしまったかなという不安がありますが、実際の試合は勝ちます。やっぱ味の素スタジオではガンバさんに非常に相性がいいイメージがあるので、絶対に本番は勝ちましょう。それではまた次回の、そう、何もなしなんですよ、これ。こちら店食べます。もう今シーズンから変わるってこう見せようよ、サポーターも。唯一変わったのは最後切れなくなったぐらいです。いや、その時は良かったでしょ。キャラ変わってるみたい。ありがとう、気づいてくれて。はい、お願いします。じゃあこちらいただきます。ブエッ、ええええ、ああああ、コアロン登録押そうぜ、コロボちゃん、チャンネル登録で動画を見る。